どうもロシュングルです。さあ今回もスチームのイストフェスシリーズやっていきましょう。今回がロード96。ビジュアルがね非常に印象的でめちゃめちゃ面白そうなのでプレイしたかったんですけれども、こちら2021年夏リリース予定、開発発売がディジクスアート、なかなか有名なインディークリエイター集団による制作らしいですね。でこちらがですね、説明文がめちゃめちゃ興味深いんですよね。1996年夏、ついにその日が来た。君は出発する。アドベンチャー、自由脱出、走る、政府から逃げろ、生き延びろっていうね、男らしいね、ワクワクするキャッチじゃないですか。ちなみに選択式アドベンチャーです。いくつか質問があります。何のために映画を見ますか？いい質問ですね。僕はやはり学びと発見ですね。あるいはもう一個ですね、何かを感じたいです。最後の質問、我が国の政府に異議があれば何をする？まあ投票で変革じゃないですか、民主主義。家出少年と同じようにペトリアから。ペトリアという国なんですね。ローカライズがちゃんとされてますね。素晴らしい。184マイル国境へ進む。なんだこれ、すげえな。96年8月3日、なかなかもうここだけで印象的で、すごいなんか掴まれましたね。お、早速Nothing gonna stop us now。 なんだ、バイク？え、銀行強盗じゃねこれ。上？え、動かせる。スタントミーチにあった。サイドカーに乗ってんのこれ。彼女はバイクに酔いやすい。お金だ。20ドル、22ドルえ、あれ束で20ドル。お金すごいね。何これ、ペトリアの通貨、貧しい人々に送られるべきだった。選択肢が出た。乗せてくれてありがとう風のせい。まあ聞こえないよね、抜き出しじゃ。会話なんかできたもんじゃないよバイクでは。そのバイクは最高だよ。なんなんだその格好は。どっちかな、褒めとく聞こえない、相変わらず聞こえない。わかった、風のせいで見てなさい。微妙な日本語翻訳だけど、まあでもこんだけでも翻訳されてたら大したもんだよね。格子の問題だ。バックを見てみろ。え、何、マジかよ なるほど。中身は本当かよ。ペトリア第一国立銀行。ペトリア王国、なんだろうね。スタント・ミーチ知ってるよおべっか使っとこう、何も被害がないように。これ状況的に僕があれか、ヒッチハイクでこれに乗ったってことか。おう、前科があるから投票は無理だ。そうなのか。おう、残念な国だな。詳しい話が分かんないけど、選択がストーリーに影響したらしい。これは？おう、宝くじ？なんだろうね。銃を使った強盗をやっていることを除けばやべ、なんか来たぞ。
後ろからなんかが来てる。左へ受け流したいところだが、どうするどうする、なんとかして足止め。お金だ、お金をくらえ天才だなって、金でも食らっとけ、ルパンみたいだなおお体力減ってる。オッケーオッケー、いくら投げればいいんだ。これ一束が20ドルだから5000ドルぐらいかお金に目がくらむぞあいつら。よし半分、警官の汚職汚職メーターが警官を買収しろ。金だ金だ、金をくらえ。フロントガラス狙え、これが金だって分からせるんだ。やつがブレーキを踏んで金の亡者になるまで、お、もうすぐだな、くらえ、もうちょいだ、ほほう汚職警官、あー本当に足止めた、さすがだ。あー、いい質問だね、犯罪者は本当は誰だごめんごめんよ、すまんの、また盗めばいいだろありがとう、少しだけか、本当につらいよね。36マイル進みました。この180いくつ進むうちの36マイルをスタントミッチで攻略 8% って書いてるね。すっげえ面白いんですけど、ふう、だいぶ来たようだ。ありがとうスタンミッチ。8月4日、1日経ったわけだ。プレジデントタイラック、手書きのガススタンドだな。スイートドリームス、うん、こいつが大統領か。ペトリア大統領、ヨーロッパっぽいですね、山の感じが。あ、もう行けんのこれ。へい、こんにちは。おう、同じヒッチハイカーか。荒れてるね。まあそうかもな。気になること、この先は。そうか、オーナーが怪しい。教えてくれてありがとう。車が見つかるといいね。仕方ないんですよ、2匹で十分ですよ。What do you mean, my kind? I know what you're up to. Trying to leave the country. 国境を越えよう。うん、よくそんなこと。ああ、なんか南部の田舎者っぽい感じだね。典型的。ああ、あい、パトカー。あいつ逃げた。あいつなんかやらかした？私はここのバイトですけども。そうかい？ファニーに出会った。何します？おう、廃屋の12ドル。ちょっと緊張するね。黄色だね。12ドル。給油します。分かってる分かってる。今入れるよ。入れます。入った ?12 ドル。もうちょい。ちょっと。もう少し、もう少し。こんなもんかな？はい、20セントはおまけするよ。おう、やった、7ドル。なんだ、おっと、
なんつう荒い運転、護送車じゃん。ボロボロだけど。ヒッチャイカーのためにガソリンスタンドの店主何やってんの。ただのヒッチャイカーです。これこの物語どう展開していくんでしょうね。I know what you're thinking, kid. え、何？ You wanna help the kid, but that would be a mistake. You understand what I'm telling you? なんで？わからない。え、なんで？あの少年が一体何したの？ヒッチハイク。え？国境を越えようとしてるのがそんなに悪いことなのかな。ああ見つかった、ホラーだ、サスペンスホラーだー怖すぎだよ。こんな子供にね、いやマジで無実だよ。不可解、理不尽、行かせてくれ。聞こえただろ、なんだと。嫌だ。ああファニーさん、くそー、何なんだこれ、状況が分かんないよ。 Okay. あ、You can go. え、いいの？ I am. ああ、よかった、いい人だ。Those guys were just あ、最低だな。Sorry I yelled at you like that. Had to make it look real. そういうことか。ありがとう。Sorry about the other kid. He seemed nice. 私もそう思う。Yeah. Seems like you want to ask me something. なんだこれ？黒い旅団って。Unless it gets violent.どちらかというと私は投票に行きますというのがストーリーに影響する。どうやら社会的な発言をすることが割と大事なのかもしれない。ミッシングティーンズ、あ、行方不明の若者、その中の一人が僕ってことかな。歩いて行ってみよう。あ、ムービーに入りました。これから先待つ物語かな。いろんな人との出会いがありそう楽しみ。お、おいおいおい、子供、このメガネ少年気になるね。政治集会にも行ったり、砂漠を歩いたり。ロード96、これはちょっと気になりすぎだよね。いや、面白い。アドベンチャーでありながらストーリー性がすごい重視されてますね。人との出会いが自分を成長させてくれるというか、ね、この国自体もなんか問題を抱えてそう。これは発売が楽しみですね。夏が待ちきれない。アリベデルチ。